ノアおいで。君に真実を話そう。あ、ついに来た。ドキドキする。昔々、オットマンという人がおりました。オットマンは一人ぼっちの闇の住人でした。闇に迷い込んだものを引きずり込むだけに生まれた彼は、己自身を不幸を招くだけの存在と思っておりました。ある日一人の少女が闇に迷い込みました。いつもみたいに引きずり込もうとしましたが、少女は持っているものが気になったので思わず声をかけました。あ、花だ。シェーラの花ってやつ。それ、なんだ？お花よ。お花？どこにあるんだ？町外れに咲いてるの。たくさん咲いてるのよ。初めて見たそれはとても美しいものでした。花も、花を持ってる少女も、かわいい。美しいものをもっと見たくなったオットマンは少女と共に闇の外へ出ました。あ、やっぱシエラだ。少女の名はシエラと言いました。シエラはよく笑う女の子でした。オットマンはシエラが笑うたび眩しいなと思いました。ピュアだね。あ、シエラは裏の町という悪い大人が住むところで生きていました。彼らはシエラから笑顔を奪いました。オットマンはシエラの笑顔が大好きだったので、シエラに近づく大人たちを次々と闇の中へ引きずり込みました。私、あなたと一緒に闇の中に行こうかな。闇の中じゃシエラの大好きな花は育てられないよ。ふ、私ね、あなたがいてくれるだけで十分なのよ。オットマン、あなたは自分自身を不幸を招くだけの存在って言うけれど、私は温かくて優しいあなたが大好き。幸せそう。好きとかそういうのはよくわからなかったけど、オットマンはシエラを守りたいと思いました。時は流れ、シエラはアレンという青年と恋に落ち、新しい命を授かりました。新しい命はノアと名付けられました。歌うのが上手なシエラはノアにたくさんの歌を歌ってあげました。その光景はとても幸せに満ち溢れていました。しかし幸せはそう長く続きませんでした。アレンは戦場に駆り出され帰らぬ人に。シエラは流行り病に侵されてしまい、寝たきりになってしまいました。ねえ、オットマン、闇に溶けるとどうなってしまうの？永遠に闇をさまようことになる。そう。じゃあ闇の中に溶けてしまえば、ずっとあなたとノアのそばにいられる？そんなこと言ったらダメだよ。君はノアのそばにいないといけないんだ。え、そうね。ノアもあなたも寂しがり屋だから、私がそばにいないとダメよね。月が綺麗な夜、シエラは深い眠りにつきました。あ、オットマンは嘆きました。僕はやはり不幸を招くだけの存在だった。僕がシエラに見入ってしまったから、彼女はいなくなってしまったんじゃないか。そんなことないよ。オットマンはシエラが育てていた花の種とノアを連れて裏の町を後にしました。ノアと共に闇に溶けてしまおうかと思ったその時、オットマンの頭の中にシエラの声が蘇りました。あなたは自分自身を不幸を招くだけの存在って言うけれど、私は温かくて優しいあなたが大好き。すまないノア。君を置いて去ってしまうことを許しておくれ。今の僕じゃ君を幸せにできない。このマフラー。それでも僕は君の幸せをずっと願っている。約束しよう。不幸を招く存在ではなく、幸福を招く存在に生まれ変わってみせる。その時はまた。
そう言ってオットマンはノアの前から立ち去ったのでした。これが真実だよ。素敵だね。母さんは病気だったのね。私ずっと捨てられたんだと思ってたの。僕はシエラを、そして君を不幸にさせてしまったと言っても過言ではない。それでも再び君の前に現れることを決意した。今の僕なら、君の心の傷を癒し、そして守ることができると思ったんだ。ノアすまない。寂しい思いをさせて。どんなに償っても償いきれないことをした。ううん。ありがとう、オットマン。ずっと母さんのそばにいてくれて。ずっと私の幸せを望んでくれて。母さんはきっと幸せだったと思うの。あなたに会えてよかったって思ってるわ。もちろん私も。よかったね、オットマン。これで最後の団員のロベルティのお話が聞けたらエンディングですね。花、これがその花か。そう思うとなんかいいね。成長させたいね。はい。さあ、あ、満開になった。やった。エンディングの後にもう一度シエラの花の様子を見てみてね。オッケー。ゴールデンボンバー。あらららら、ラインスタンプと着せ替えが販売開始。マジか、ラインスタンプちょっと買うかも。あ、ウェルティ来たね。意地悪してごめんね、リトルリー。よかったら受け取ってよ、友達になろう。てんてんてんなんだけど、かわいい。エンディングだ。ある日、オットマンはノアとみんなを呼び集めました。ノアを元の場所へ返す。そう告げたのです。え、それ本気で言ってるの？ノアは随分変わった。もう大丈夫だろう。あっちでもうまくやっていけるさ。そんな、急にどうしたの団長。私、ノアがいないと寂しいわ。うん、別に僕はノアがいなくても全然寂しくないけど、嘘だ。かえっちゃんのか、もっとノアと遊びたかったな。ちょっとロベルティとの絡みは少なかったね。これはノアのことを思って決めたことだ。やはり人間は人間と生きる方がいいんだよ。そういうわけだから、帰り自宅を。ノア、泣いてる？私、帰りたくない。みんなとずっと一緒にいたい。ああ、団長がノアを泣かせた。団長最低。ノア泣かないで。まったくレディを泣かせるなんてとんでもないですな。なんだよみんなして、僕はどうすればいいんだ。そんなの団長が一番わかってるんじゃないのか。ああ、もう答えは出てると思うがね。ミサマシでかいな、結構。わかった。わかったよ。君の好きなようにすればいいよ。その代わり、僕の仕事手伝ってくれる？今夜は月が綺麗だから、客人がたくさん集まる。忙しくなるよ。もちろん。嬉しそう。かわいいな。こうして少女の心の傷は癒えました。そして今宵も、人じゃない人が繰り出す。サーカスは幕を開けるのでした。終わった。あ、いろいろ出てる、倉庫。いろいろと解放していきましょう。ロベルティ。物語。これはさっきのやつだ。いつも間違えてこれ押しちゃうんだよね。ごめんね。これ長いやつ。長いやつはスキップできた。ごめんね。下下。第2問。ここかな。解放。めっちゃ使った。ロベルティが操ってる。あ、第5も解放すれば、あ、解放できるじゃん。
き合ってるもんね、二人は。え、この最後の物語が解放されてないんだけど、あ、花を見に行ってねって言ってたもんね。花を見に行ったら、あれか、見れるのか。なるほど。ちょっとちょっと。コンプリート状況バッチリですね。転生がちょっと楽しみです。じゃあシエラの花、最後見に行きましょうか。シエラの花が咲いたその日の夜、ノアは夢を見ました。その夢はあの怖い夢ではありませんでした。優しそうな女の人を見て、ノアはすぐに気がつきました。この人がシエラなのだと、私の母親なのだと。ああ、なるほどね。おいで、ノア。抱きしめさせて。これは夢だと分かってしまう。ん？これは夢だと分かってました。だけどシエラの腕の中はとても温かくて、ノアは涙を止めることはできませんでした。ノア、私の可愛くてかけがえのない子。あなたは一人ぼっちじゃないのよ。夢の中でしか会えないけれど、母さんはあなたのそばにいるからね。愛してる。誰よりもずっと、ずっと。私もお母さんのこと愛してるわ。どうした？眠れないのかい？あのね、さっきお母さんの夢を見たの。シエラの夢、どんな夢だった？すごく優しくて幸せな夢だった。私もあの怖い夢は見ない気がする。え？そうか、それはよかった。オットマン、もしあなたが怖い夢を見たときは教えてね。今度は私があなたのそばにいるわ。優しいね、ありがとう。夜はまだ深い。おやすみ、ノア。おやすみなさい。終わった。怖かった、夢も。怖くなくなったんですね。ああ、埋まった埋まった。オッケーオッケー。こんな感じです。転生っていうのが気になりますね。転生するいきなり。ロベルティの集客力を30にするのはちょっと骨が折れますね。じゃあちょっと気になってます。転生してみましょうか。転生したらどうなるんだろう。行くか。行くか。転生。せーの。あ、でもランキングっての気になるな。転生する前にランキング見ていいですか？ランキング、はい。集客力ランキング。あ、俺のランキング？なるほどね。俺は、22,000位なんだ。面白い。じゃ、転生します。せーの。はい。ゲームを初めからスタートします。転生すると転生ボーナスがつきます。なお、転生後も以下の内容は引き継がれます。特殊アイテム、強化アイテム、思い出の写真、不思議なランプ、団員、大メモ、シエラの花、ステータス、コンクリート状況。あ、もうじゃあ、ほとんど引き継げるってことね。ちょっと待って、いい。押す。おー、なるほど。そういうことですね。あ、待って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 。ちょ、なんかいろいろさ、あってさ、忘れててごめん。これを見に行くんだったね。クリアしたらこれを見に行こうって言ってたもんね。じゃあ、まあ、最初の方見たけど、もう一回見るか。ちょっとある狭いんだけど、右側に詰めてよ。ジャックが右側に詰めるよ。バランス悪くなってるだろ。無理だよ、そんなの。ノアと近くなっちゃうだろ。ジャック、私の隣、嫌だった？違う、誤解だ。恥ずかしいんだろうね、近くにいるのが。これも可愛い。こうやって並んでみると、家族写真っぽくていいわね。あ、なった。ライフがお父さんで、アンジェレッタさんのお母さん？照れてるんだ、この日、わかりづれ。表情読めねえ。もう、これは素晴らしい紅茶だな。この日のために取り寄せたんです。さあ、どうぞ冷めないうちに召し上がってください。
お昼過ぎたらこいつらとゆっくりするみたいな。いいね。おいおいおい、最後のやつじゃん。で、その頭のアイスって食べれるの？食べていい？すげえ怖え。でもリトルリディも興味津々みたいだよ。ダメやのはそいつに脅されちゃう。なんかノアがさ、本当に食べれるの？みたいな感じになってて可愛い。言っとくけど私は他のみんなみたいに甘くないからね。うん。ジャスミン、何よ。三つ編みしてくれてありがとう。人間なんて大嫌いなの。まあ、あんたはまだマシだけど。あ、そうだったからね。たくさんが焼けるんだから。なんだかんだ言って、やってくれるタイプだね。リリー。あと二日だよ。そうだね。に、にゃ、にゃー。絶対嫌だ。リリーも言って。ああ、もう言えばいいんでしょ。言えば、にゃーにゃーにゃー。かわいい。最後、オットマン。オットマンこれ、シェーラの花。綺麗に咲いてたから、オットマンに見せたかったの。ありがとう。本当に美しい花だね。転生して終わりにしましょうか。そして話は戻ります。落ちた。嘘だろ。転生したら落ちるんだ。そしてまた話は進んでいきます。またどこかで会いましょう。バイバイ。